日本人の平均身長ってどれぐらい今？もうマジで昔、10年前は170ぐらいで、今は170。え、10年前で170？10年前。え、そうだね。だって俺らの学生の頃とかそんなもんだったで、170ぐらい。あれ？俺が…あれ、まーちゃん、まーちゃん俺160、中野郎、俺160、俺はね、167。あ、そう。だってでもね、平均身長と3センチマイナスぐらいじゃまだいいっしょ。まあ、マイナス3センチだったらまあいいよね。マイナス3だったらまだかっこいい方でしょ。まあそうだ、プラマイ5ぐらいね。まあプラマイ5は大事だよね。ごめん、何が言うか。かっこいいかどうか分かんない。かっこいいかどうか分かんない。ブラコって嫌だ。もういいじゃん。マイナスもね。ブラよくない。でもさ、平均から…待って。それね、30から39の平均。年齢が違う。うん。ああ。20歳の平均はね、173センチ。マジで？今、Now? 今の時代、20歳が 173? 173。え、俺らの時代は今の33から71.5。今ので30から39が171.5。じゃあ俺4センチマイナス、やがて5センチマイナス、いやそれはいや良くない、致命傷だね。いやちょっと誤差3センチはさ、まだチビと言われないみたいなのもない。あるある。それはじゃあチビの基準ってさ、やっぱあ、チビの基準何？え、でも5センチで、でかいっていうやつの基準ってさ、人それぞれだと思うんだけど、え、175以上はでかい。80じゃない。俺も、じゃあ、でもね、まだでかいってことないでしょ。ない。それは態度だけ。だから、態度だけ。そのバランスで来てるよね、俺でかいって言うことあるよ。よし言われるんだ。え、顔あ、でも顔じゃない。やめろ77だったらなんかで、そうか、言われる。でも77ある。いや、お前オフィシャルなで言ってるけど、実測もあるんだよ。え、オフィシャルが77。ヤシ、ヤシ柏木オフィシャル。オフィシャル77。じゃあ検証しよう。あのアプリがあるよ、そういう。それで77いかなかったら片方の眉毛剃る。いいね。67オフィシャル、桑原雅宏オフィシャル。アプリの検証してみよう。おか、そうしよう。はい、それでは一発目、ヤシのヤシの身長をアプリで、オフィシャルは177。はい、どう、噛んだ。それでいくぞ。
まだ野次こっち見て手塚治虫手塚治虫じゃないよね100うん76おーすげーすげーでもそんなに遠くないよ1センチだよまあ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 、まあ、76すげーじゃんジークンドーの達人おっしゃあ、曲の話ですかおおすごいこれじゃあ耳出そうだいたい耳がくしたじゃあメガネ、メガネ取ろうメガネ取ろう上着脱ごうほらしよ、上着脱ごう上着脱ごうあ、おろしよ、まだ帽子取ろうどう？ビーっといっていくつ？76だわおっとオフィシャルが168 先月が168今月63バッシュ履いてたくさいね NBA っぽくおーいそうなるとちょっとなんか本当に運び直してもらっていいか今度ねさてどうでしょうか医師オフィシャルはオフィシャル71 163だよ医師お前持ってんじゃねえよおいもうやったらやってくれたらちょっと待って、イチ、嘘つきすぎだから。イチ、僕のオフィシャルは167センチです。はい。まあ、じゃあ反応しね。人じゃない。スマホも自己主張する時代。アプリで165とか167おーいおーっしゃーこれも勝ちじゃん待ってこれバイエルちっちゃいちょっと並んでみようアプリで出した結果イシが165俺167でっかっお後がよろしいよ検証結果おばあちゃん最後まとめて検証結果ね、うん、何だろうねどう信じていいのかわからないからアプリあったりやまなかったりするから時と場合により信じるか信じないかはあなたの質問です YouTube チャンネル登録でよろしくだから今回のまあ、使ったアプリが iPhone の特性計測アプリこれでも勝率的にアプリ合ってたのは半々穴勝ち間違ってなかったのがまー、あ、ちゃん、ゴンマ、うん、俺、ユウタ合ってない合ってないだ2人がちょっと検討外、うん、あ、ちょっとやってない俺やってないあれ俺測ってる人はまあでもなんイッシーのだけがすげえ誤差だったの。8cm あるもん。でも6分の4はまあある程度正しいかなって感じ、ね。じゃあってなるとイッシーかなデコピンは。あのね。スティーブ・ジョブズに、うん、そうだねそうだねそれヤシおっしゃる通り文句あるだったらもうジョブズだねアプリで撮ったのアプリで絶対アプリでそうだねどうだってクレーム入れるまでジョブズの
ップルしたときやろうか。これ不具合なのかな。この継続契約どうなってんだっつって。その他1だね不具合不具合かな。不具合か。結構尖ってるねこの動画。今時価総額世界1位になってるからね。1だね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 。何言ってるか分かんないけど1だね。オペレーターに取り組むのは繋いでもらわないといけない。ウェルカムトゥディズニーランドみたいな。ようこそ。オーダーロックオンされるよ。ロックオンされるよ。営業時間外だって。そうしたらあれだな、まあ後日クレームだね。まあこれぐらい詰めときゃいいよね。実際本当に詰めちゃうとうちのチャンネルがアップルにバンッ。アップルにナシにされそうだからさ。アップルにうちのチャンネルナシにされちまいそうだから。でも待って、俺の身長8センチ。そうだったら行けよ。お後がめっちゃ赤いめっちゃ赤い。ありがとうございます。バイ。 Thank you.